今回は水星の魔女第12話の先行カットへのみんなの反応をまとめてみました。一瞬地球かと思っちゃった。空に線があるからプラントか。見分けやすくて便利だね。グリッド線が見えるからフロントの中だな。外壁あるから学園だと思う。5号はどうなるんだろうな。これから生き残ってほしいけど。乗るか悩んでるのかね。黄昏5号くん、なんか切なくなった。しかしまあ何もわからん。まあわかったらネタバレになるからね。ノレアの墓とかソーンとか見てたりしないかな。前回お昼だったから続きでキャリバーン取りに行く前に外でスレッタに話してるとか。そういう相変わらず情報がキャラの顔の良さしかわからねえ。4号について開示した後かな。4号のこと思い出してるのかな。学園の空は割れてノイズ出ちゃってるから別のフロントか。スレッタに4号の顛末を教えた後かもしれない。とりあえず生き残れよ。外でスレッタと4号の話してるのかもしれん。顔重いし。ノレアのことなのか、それとも4号のことを話してるのか。スレッタと4号について話せるだけ話すと言ったからそっちかな。墓作ってあげたとか。5号が緩い顔じゃないと不安になるんだよ。ベネリット本社にこんな空間あるのかな。ないなら多分学園スタートだよね。出発前かな。シリアス5号は胃が痛くなるんだよ。こんな表情で来たのか5号。 N 回目何を見ているんだい。わざわざあそこから外に出て夕方になるまで話すかな。頼む5号、お前は笑っていてくれ。胃に穴が開く。昼間から夕方まで話さんと思うし、5号自身のこととかノレアのこと考えてるんじゃね。もしかして過去の4号じゃね。ティアス違う。随分詳しいな。まるでエラン博士だ。フロントの空はディスプレイだからあの後すぐ夕空に切り替わった可能性もあるね。意外と先行カットでの出番の多い5号くん。先行に使いやすいのかね。想像はかきたてるけど本筋と関係ないシーン多い気がする。結局ガンダム乗る流れになるのかな。4号に引っ張られてるせいもあると思うけど、なんかこの場所を思い出した。5号がシリアス枠になるなんて。誰かと話してるならスレッタなのかね。わからんけど、とりあえずスレッタと4号について話してる時じゃないか。そういや10話の初回行も夕暮れ時だったな。ああなるほど、あのベンチでエランの話を知ることになるかもしれないのか。だったらロマンチックだな。5号初登場も夕暮れだったな。森は焼けたのかな。ベンチなんて吹っ飛んでるだろ。スレッタの大事な場所は全部破壊されてるんだぞ。ベンチはなくなっても跡地で話せばいいさ。ベンチの場所にしてはバックの山の形が違う気がするな。5号の表情集が全然公開されないのは、未だにお前そんな顔するのかってなるからか。5号くんは初登場のイメージもあって夕方が印象に残るね。正直最初はこんな物憂げな表情するようになるとは思ってなかったよ。オープニングではずっとアンニーな顔してたから、ようやく本編が追いついてきた。てかファラクトどこにいるんだよ。よくよく考えたら確かにファラクトがペール社にあったら議会連合域で罪だな。まあ4号の話は視聴者知ってる部分は飛ばすだろうし、それ以外で語るにしても案外2分もあれば言葉の情報量としては結構多いからな。話し終えた後外に出た5号が一人でノレアや4号とかガンダム乗りたちについて考えながら黄昏てるとかかね。ガンダム乗らないと言ってた5号の元にファラクトが帰ってきてどうするか悩んでるのかな。開幕すぐ宇宙船で移動かと思ったけど、学園でまだ話すパートがあるっぽいな。てっきり移動中に話すのかと思ったら学園にいるっぽいのは意外だった。今回は5号が4号の話するだけだろうよ。そういやエリクトからのパーメット注入で5号は何か情報仕入れてるんだろうか。ナディムもスレッタもソフィーも4号も何か見えてたんだよな。あれ最終決戦準備会だろうから、死ぬなら次だろうな。学園で会話パートあるってことは、カブガンメンバー以外も巻き込まれてくるのか、ラウダもどう関わってくるか気になるし。皆さんは第22話の先行カットを見てどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。